おばあちゃん、もういいよね。疲れちゃった。こっちだよ。諦めちゃダメだよ。生きるんだよ。絶対に諦めちゃダメだ。まったく手間のかかる女だ。捕まっ。またあの夢を見た。抗いようのない苦痛と悲しみが襲う夢。私は何か大切なことを忘れている気がしていた。折れてしまった剣を見るたび、魔王との壮絶な戦いを思い出す。ヨナという少女を救ったあの日から3年。私はやるべきことを成し遂げたはず。なぜ私は泣いていたのか。あれから3年経った今も、あの日の疑問に答えを出せずにいた。嫌な夢を見た。クソ。魔物を殺しに行くか。エミール。離れろ。死ね。ありがとう。助かったよ。ここらは魔物が増えていて危ない。帰れ。そうしたいが仕事があってね。神話の森の住民と連絡がつかないんだ。誰かが様子を見に行かないと。その様子じゃ無理だろ。私が見てきてやる。え、本当か。助かるよ。そうだ、これよかったら使ってくれ。俺はここで待たせてもらうから。すまんが、よろしく頼む。おい、誰かいないか。くそ。機械どもがなぜ、こいつらが殺したのか。いるのか。次から次へと。なんでこんなところから機械で。突然神の木から機械。
火の中にこんな場所も。ようこそ人類の海へ。ようこそ財閥の墓場へ。なんだ、霧はレプリカント作られた存在。答え名は海面。誰だ、どこにいる。落ち着いて、急がないで、すぐに会える。気味の悪い奴らだ。これは植物を模した統合情報管理データベース。記憶ユニットの現象を記録し伝達している。別々とわけのわからないこと。もちろん霧の情報も観測されている。君はゲシュタルト計画を阻んだ。オリジナルゲシュタルトを殺したせいで行き場を失ったゲシュタルトたちが暴走。大勢のレプリカントが犠牲になっている。さっさと顔を見せろ。急がなくてももうすぐ会える。もうすぐ会える。やあ、よく来てくれたね。やあ、よくも来てくれたな。私たちの子は君は元気だね。これでは会話にならない。では、戦おう。何を言っている。私たちは管理人。この森の管理人。何なんだこいつら。僕たちはずっと見ていた。私たちはずっと聞いていた。繰り返すつわら物語を。繰り返される世界の模様。君は何を見せてくれる。君の可能性を見せて、楽しませて。このエロが。その強さを参考に見させてもらった。君が旅をしていた頃、一番強かった時を再現した。これが私だと。機械によって落ちた霧の模型。植物をベースにした異常な駆動ユニットをまさによって結合させている。この森と同じ。
からないんだよ。理解する必要はない。あなたが殺すことを愛しているから。そうでしょう。私はこんなにヤワじゃないぞ。君のコピーをいくら破壊しても無駄だ。破壊されても分解し再構成するから。まだまだ楽しめるよ。いよいよ終わりだね。うるせえんだよ。バラバラに解体して潰してやる。さっきは騒がしくて話せなかった。あの後一体何が、どこに行ったんだ。それになんで腕が4本もあるんだ。カイネさん、そんなにいっぱいは話しきれませんよ。わかってる。心配したんだぞ。カイネさん、でもまた会えました。ああ、そうだな。カイネさん、僕、何か大切なことを忘れてるような気がするんです。エミールもか。カイネさんも。ああ、なんだか知らないが、
頭の中にモヤみたいなものがかかってて、僕誰かと何かを約束したような気がするんです。何か美味しいものを食べるような。じゃあ取り戻さないとな。はい、この先に膨大な魔力を感じます。エミール、無茶なことはするな。絶対だ。分かっています、タイネ様ですよ。もう一人にはなりたくありませんから。ああ、この場所は魔王の城。カイネさん、奥に強い魔力を感じます。この場所は特別な場所。あなたにとっても世界にとっても。そこはさまざまな情報を保存している。この森は危険フリー。世界のすべて、君の失った記憶も存在する。記憶という意味。死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。この声、夢と同じ。聞いたことがあるような。これは君たちの記憶。アイネがいたからここまで来れたんだ。これはくそ。苦しい、痛い。耳ざっぱりなんだよ。口を閉じたろ。なんだここは。エミール、ここは君の記憶。ここは君の記憶。ここは君の世界。なんだこれは。君の奥底にある甘い記憶。閉じられていた苦い記憶。魔物？魔物、ゲシュタルト化された人間の魂。これは記録によって再現されたデータ。君が殺してきた本物の自分。君はこの世界にとって異分子。記憶と記録の相違がエラーを起こす。お前らの話すことは訳がわからないんだよ、この腐れ。うるさい、魔物は殺す、殺すだけだ。
君の記憶の一番深い場所、君が閉じ込めていた記憶、これは君の最悪の記憶。
おい、おい、聞こえているか。あやつを取り戻すのだろう。まったく、手間のかかる女だ。共に旅をした仲間であろう。とっとと戻ってこい、この腐れ下着女。クソ吹きがめ、その調子だ。おい、分かっておるのか、下着女。お前がやろうとしていることは。知るか、私はもう決めたんだ。そうか。惑わされるんじゃないぞ、下着女。分かってる、もう迷わない。とどめだ。私は決めたんだ。誰の指図も受けない。私は刃になるって決めたんだ。お前の刃になるって決めたんだ。絶対に取り戻してみせる。ふざけんな。勝手に消えて、どういうつもりなんだ。自
分が生きてる意味は自分が決める。この命も私が勝手に使う。だからとっとと戻ってこい。この腐る野郎。あとは頼んだぞ、下着女。私たちの旅は無意味だったのかもしれない。僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる世界。